はい。台和ピュアラブセーフティーネットです。東京都知事の小池さんや西村経済産業大臣や、えー、マスメディアなどが接待を伴う飲食店だやキャバクラなどがコロナのね、発生源であるかのように言って、あのー、休業をね、した方がいいんじゃないかというようなニュアンスのことを 言ってるんですよね。まあ街の人なんかもそういうキャバクラなんかは休業した方がいいって言ってる人もいるんですよね、うん。で、これに関して思ったことは、キャバクラや接待を伴う飲食店は休業する必要はないですね。なんでかっていうと、もともとね、 キャバクラとか、まあホストクラブとか、その接待を伴う飲食店ですよね。そこにいる人たちって、そもそも最初感染してたわけじゃないんですよね。うん。で、外から来るお客さんなんかがコロナにかかってる人がいて、その人が、えー、コロナを持ってきてるっていうことがあるんですよね。うん。だから、その、そもそもその接待を伴う飲食店とか、 キャバクラが発生源なんではなくて、外の世界、えー、会社とか、駅とか、満員電車とかで、すでにそのコロナが蔓延していて、それにかかってる人がお客さんとして来てるっていうだけの話なんですよ。うん、だから、そもそもキャバクラとか、接待を伴う飲食店が悪者にされてるのがおかしいんですよね。 うん、だから、それこそね、駅や、駅だとか、えー、満員電車だとかね、そんなところで PCR 検査をすれば、もうその駅がコロナの発生源になるし、満員電車で検査をすれば満員電車が発生源になるし、どっかのね、大企業でもいいけど、その企業で PCR 検査をすれば、その企業が発生源になるっていうだけの話なんですよ。 うん、だから、夜のね、お店で、が発生源っていうことはないんですよ。うん、だから、キャバクラとかね、接待を伴う飲食店が、まるで悪者にように言われてるっていうのは、これは完全におかしな話なんですよね。うん、そういうことなんです。だから、キャバクラとか接待を伴う飲食店っていうのは、 休業をする必要っていうのは全くないです。うん。だって仮にね、キャバクラとか接待を伴う飲食店が、えー、閉店しますってなっても、さっきも言ったけど、そもそも満員電車だとか駅とか外の世界で蔓延してるから意味ないんですよ、全く。うん。ということですね。うん。ご視聴いただき。 ありがとうございます。チャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。